ダビー・セルケは、ドイツ・バーデン・ビュル・テンベルク州、ショルンドルフ出身のサッカー選手。ポジションは FW、ブンデスリーガ・ベルダー・ブレーメン所属。地元のユースクラブを渡り歩いた後、VFB ・シュトゥットガルトのユースに入団したが、契約が打ち切られる。その後1、FC ノルマニア・グミュントを経て、2009年に14歳で、TSG1899 ホッフェンハイムに加入。 2012から13シーズンにはベルダーブレーメンに移籍を果たした。2013年からトップチーム入りすると11月3日にハノーファー96戦でデビューした。2014年9月20日 FC アウクスブルク戦でプロ初得点を記録した。2015年4月1日2015から16シーズンから RB ライプツヒでプレーすることが決定した。 5年契約で移籍金は800万ユーロインセンティブとされている。2017年6月1日、ヘルタ・ベルリニエ完全移籍した。2020年1月31日、ベルダー・ブレーメンへ1年半のレンタル契約で移籍し、3年半ぶりにフルスへ復帰することとなった。ドイツ代表として各年代でプレーし、2014年 UEFAU-19 欧州選手権に、 出場し、6得点を記録し、優勝に貢献。自身も、得点王と、大会 MVP を獲得した。ありがとうございます。